佐田平軍は朝鮮民主主義人民共和国環境南道の南部に位置する軍。北に南州軍、西に明る徳軍、南に紺野軍と隣接している。東は日本海に面する。東南部の平野は観光平野に連なるが、総じて山がちな地形である。北西側には狼林山脈が走っており、最高峰は白山である。 他に、ノランボン、つるさんでがある。一に二労働者尺、四十二里を管轄する。古くは、高栗、ついで女神の領域であった。女神と高麗との間で争奪が行われ、九百八十三年には、高麗によって船長万古府が置かれている。千四十一年には、上閣と関門が築かれて、定州防御士が置かれ、願号、全徳と共に、 国宝偏境防衛の要衝となり、女神との境界となる千里長城の一部を構成した。その後モンゴル帝国の支配下に入るが、1356年に、京備王が高麗による支配を回復し、都歩府を置いた。朝鮮王朝には、環境道に属するが、大層は、平安道の低州と区別するためにこの地を定めへと、改称した。1895年に、 佐田平軍となった。1952年時点の佐田平軍は、5面216里から構成されていた。1952年12月に行われた北朝鮮の行政区画再編により、新上氷を分割、佐田平軍底平面、周囲面、高山面、広の里面の一部、南州軍の一部を合わせた新たな佐田平軍を構成した。 1974年1月には新上里を廃止し、再び佐田兵軍に統合した。この節の出典新上里。ありがとうございます。